ね。はい、やっぱ動物って頭悪いよな。そうそう、うん、うん、チンパンジーがね、うん、チンパンジーなんかね、うん、あれですよ、うんこ掘ってくるからガーって言ったらチンパンジーがもうガーッもうその時点でもう言っとるわけですよね。いや、それはでも喜んでるんじゃない。いや、喜んでるのかなんか知らんけども、なんぼ喜んでるか知らんけど、誰か来た、あーはっはっはとは絶対やるやつおれへんやんか。人間ではおれへんやんか。人間では、ね、チンパンジーは頭ええ頭ええってみんな言うけども、うん、はいはいはい、全然ええことないですよね。でもなんかノーリアクションされても嫌じゃないですか。せっかく俺の前行ったってんのになんかこんな態度取られてる。いやでもほんまに賢いのならそうですよ、ちょっと軽くこう小説も持ちますわ、ほんまに賢いのならね。いや別に座っときゃいいじゃないですか。それをやっぱり歓迎してくれてんでしょ、こうやって歓迎して、歓迎してんのか。うんこ投げとこっていう根性がね。いや、というか歓迎のセレモニーですよ。で、そのうんこを掘った手でバナナ食べてるからね。オッケーオッケーってなもんや。まあでも向こうにしたらそれは当たり前なんでしょ。掘った手で得てますからね、自分にね。得てますわね。あれかも、やっぱりそのここがね。いやいや、いいですよ、可愛いであっていいじゃないですか。じゃあほんでね、ちょっとね、新しい企画でね、はい、まああんまり言いたくはないんですけど、はい、動物、いろんな動物にパイを投げようっていうことやったんですよ、はいはいはい、ね、はい、ほんで最初、ゾウ、はい、バーって寄っていってね、ゾウのここのとこにバーンってやったんですよ、はいはい、バーンって言ったんですよ。何が悔しいか知らんけども。いや、それは悔しいんじゃないでしょ、別に。ね、うん、うわ、きついなと思ったら向こうにキリンがいたんですよ、はいはいはい、見てたんでしょうね、うん、はぁ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 、キリンが騒ぎ出すんですよ。はぁ、それはない、それはない、何や、どうしよう、どうしよう、なんか投げられてる、どうしよう、どうあ、ゾウ君が、ゾウ君がっていうことなんですよ。仲間思いじゃないですか、はい、なんかあれですよ、さ、ワニはですよ、うん、ワニはバーンって出てきて、うん、パイバーンってやったらもうそのままですよ。関係ないんですよ、うん、まあね、うん、いや、ね、動物ってやっぱ頭悪いよな。いや、まあそれはどうか分からへんけど。いや、頭悪いってあいつら、やっぱり人間には絶対かなえへんって。いやいや、まあまあそれはさ、向こうはどう思ってるか分からへんから。え、向こうにしたら何がいいな、アホがまた来とるわっていう見方してるかも分からへんから。あいつらほんまやっぱり定額所得者ですよね。定額所得者。いやいや、所得はないわよ。いろいろ大変なんですけどね。まあ、それはそうでしょうね、うわ。まあ、掃除せえへんやろ。ん、掃除せえへん。掃除って何のですか。家の。いや、自分の部屋ぐらいしますよ。綺麗好きじゃないの、お前。綺麗好きですよ。それが違う。あ、引っかかった。何が引っかかったか分かれへん。いいですか、うん、本当に綺麗好きなやつは掃除しないんです。汚れるのが嫌だから。ああ、言うてください。分かります、うん、ここをね、みんな間違ってるんですよ、うん、あんた魚好きとか言うでしょ。俺魚好きね、まあ、俺魚好き、うん、まあ、魚焼いた魚だったら何倍でも飯食えるとか言うでしょ。ほんまに魚が好きなら食べれないんですよ。それはお前、そんなこと言うとったら何にも食われへんやんけ。おお、テンション上げてきたな。くっそー、そうしたらお前二人でやらんとしゃあないやろ。あだから何やねん。久しぶりに私モノマネやりましょうか。あ、いいですよ。あ、これだから気に入ってるあれですか。豊川悦司ですか。これ的の日本でまだ僕一人ですよ。この間から気に入ってやってるけど、客ノーリアクションしたもん。どうかやるし、やりましょう、はい、それが山田さんちやったら手紙は届けへんねん。ほてこれもめちゃめちゃ似てます。あ、そうですか。
これもうすごいですよ、うん、これできんのも多分日本にまだ僕一人しかそれが山田さんちんやったら手紙は届けへんねんほてい ダウンタウンのガキの使いやらへんでってこう本になってましてですね欲しい方は200名の方にこれプレゼントしますんで、ぜひまあそれよりも本屋行って買うてくれた方がいいんですけどね平成の飛び魚を松本さんにお尋ねします現在の公式水泳種目で一番スピードが出るクロールよりももっとスピードの出る泳ぎ方を教えてくださいあなた水泳なんかやってないじゃないですねずっとやってますよ僕は日本初の水中出産ですからそれは知りませんでしたそれはしゃあないですあ、そう、はい、未だにやっぱりもう女言うたって31年、2年前やそうですよその当時からもうやってたんやそうです、そうですでも未だにやっぱり水使ったりとかするとやっぱおかん思い出しますしでも水泳はやってないじゃないですかいや、それはやってましたよ、もちろんいつよだからな、そのお前が言うてる意味が分からへんいつからやってたんやずっと泳いでるんです、今もいや、その意味が分かんない今も泳いでるよだから仕事の時だけ上がってきてるんです基本的には水の中なんですよどこで泳いでんのプールですよプールにプールにあ、そうなの貯水池にどこやねん帰るな帰るなプール言うといてちょすいそんなことはどうでもいいなんでやねんいやそんなことはほんまどうでもいいんですよ、うん、僕が言いたいのは、はい、クロールよりも速い泳ぎがあるかっていうことなんですよじゃあさ、うん、そう聞いてるんじゃないですか私知りませんよはいはいお前そんなクロールやってごらんなさいこれが今一番速いとされてるんですクロールねはい、はい、これも全然ダメですよねあそうですかそんなもんで速く泳ぎますか本当に何が一番速いんですかこうまあまあまあ何やまあ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 こうが一番早いマジで前ただね踊りたいだけやよ踊りたいだけじゃないですいいですかこうするでしょでこう泳ぐんですよこう泳ぐことによってこう走るいやそうお前の姿勢が変わっただけやちょいちょいだんだんパシャン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 って水を浮いてますから違いだから足がどうなってんの本来水の上ですよいやだから足はこうなってんのかって言ってんのよ違う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  こうなってるやん、うん、自分好きなやつおるの何がやん松本さんから見て浜田さんの中にどれぐらいのロック魂があると思いますかまあこれ俺がギタリストとしてのねどこがギタリストやんいやいやいや今日はもうギターないからしょうがないですけどすごいですよチャーか俺かっていうぐらいもうこれでしたからね。なんかこんなおかしいやこんな持ち方。今ねみんなが知ってるような弾き方ほとんど俺が先やったやつやで。これにしてもそうやし、これにしてもそうやし。そうそう。あと俺よタバコをここに上にこう立てて。でけ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 。なんなんだよ。もう若者は踊り狂ったもんですよその演奏で当たり前じゃないですかまあまあいろんな前座もやりましたけど、ね、A ちゃんのコンサートなんか行ったら A ちゃんみたいですからね A ちゃんのコンサート前座してたことあるそうですよ、まあ、もう帰れ帰れ A ちゃん出せって言うわけですよところがドゥルルドン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 A ちゃん見に来てるやつと前座のお前らの音楽全然ちゃうやんなんで乗れんねんつけてつけてつけてもう A ちゃんいいよな何人でやったあったんですか一人誰かのバックやってたとかもちろんほとんど全部やってますよ
誰のバックをやったことあるんですか。ああ、ほとんどやってるんじゃないですか、本当に。いや、だから例えば言うてもらうのが分かる。向こうが多いですけどね。例えば、あと、まあ、スティングとかね。やばい時の口してるよ、ほら。ね、何人ぐらいでやってはんの。お前そんなことも知らんのか。いやもうそんなやつと話でけ。いや言うてくれや。何人ぐらいでやってはんの。4人ぐらい。4人スティングって4人。4人じゃないよ、なんで4人やん。待て落ち着け。お前は圧迫してんの。お前は何人やと思うねん。1人。お前は1人と思ってんねんて。こいつそうですよ、1人です。な、一遍ちょっと引っ掛けだったんやけど。オッケー。他は？他誰のバック？いやだからほとんど向こうやから。いやだから言うてくれたらええやん。俺知らんかもわかれへんけど。もうねいっぱいおるからね。どれ言われても。いっぱいおるやったら一人ぐらい出せるもん。いやもうそうすんごいたくさん好きなんがおるし、いっぱいやってたから、その中の一人って言われてもほんま困るんですよ。順番に。うん、並べてください。どういう人とやってきたか。どういう人とやってきたか、うん、あ、はい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 、シカゴとかね。はいはい、他そんな予算言わなあかんの。キリないけどな。キリなんて1個しか言ってへんの。ああ、それはもういろいろやりましたよ。シカゴってなに。いや、いいですけど、だいぶ紐解いたな、昔の。あと、まあ、ベイシティローラーズ。おお、あ、そうなんですか。また古い。いや、古いとか、そんなこと言うなよ、お前。ベイシティローラーズ。そう、もう、ニール・セダカとかもよ。お前、ジジイか。何でやねん。何がやねん。かっこよすぎる。チャートはこうやり合いしたこと。もちろんジョイントでしょ。やりました、やりました。やった。つまごいでやりましたよ。もうお前の持ってる音楽知識今すべてを今ひねり出そうとしてるな。いやもう大石五郎が絶賛してます。わかります。ないでしょ今ギターね。でね、あってもね、僕基本的にはツインなんですよ。また今ひねり出したね。どこで見たんやろな。これからこれに行きますか。あとか、まあ回します。おお、お前だ、お前ついてる、ついてる。ミョン、おお、ミョン。素晴らしいですね。はい、全然弾かれへんやろ。何がですか。なんか弾ける。ちょっと、あ、もう全然ダメです。スプリングトーフォールド弾ける。あ、何その技みたいなの。何ですか。知らんか。知らんということはないんか。あるんですよ。いや、なんでびっくりしてんの。それはどういうあれなんですか。何名前聞いてもどういうことなのか。あら、いろいろあるんですよ、ああいう基本が、うん、バン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 。ひねり出してる、ひねり出してる。あれはスピニングトーボルドじゃないですよ。テク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 、それは違うんです。それは違うんです。どういうのかそれ。何スプリング何スプリングトーフォールド。トーフォールドね、うん、これギターなかったらでけへんからな。いや口で言うたらええやん。バッカーやかましよお前。ギターないのほんま腹立ってきた。口で言うたらええやんけ。出ないねんお前。めちゃめちゃ汚いよ。マジで腹立つわ。まあそんな怒らんで。お前もうほんま腹立つ。ごめんほんならもう今度ある時でええわ、うん、ごめんごめん、うん。でもほんま今日やないともうやれへんで。結構休みあったやろ。
僕ね、ほれほれ、何もやることないでしょ。はい、何しようかな思ってね、しゃあなしに、どこ行ったかな、あ、行ったんですよ。うん、たまに遊びに。そう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 。全然おもんないと、あそこ。ほんで、お化け屋敷みたいなやつ、またこれが全然おもんないんですよ。500円取るんよ。ねえ、ええやん、大体そんなもんやろ。いや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 、敷地なんてね、この舞台ぐらいしかないのよ。そういやいや、もうカタン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 ってなんか乗んねん、乗ってね、乗ってカタン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 、次何出んねやろう思ったら、もう最初おったおっさんおんねん、はいどうもありがとう。それが一番怖かったわ。違う意味でな、何やあれ。普通のジェットコースター乗らないじゃないですか。だから、そう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 、これな。何やねん。なに、パーティー行かなあかんのか。なんか乗らなあかんな思ったやん。違うね、違うね、俺はな、なん、お、ほんなん言わしてもらうわ。うそんな言うんやったら言わしてもらうわ。テンション上げてきたな。いやいや、俺がなんでジェットコースターに乗れへんかったか。なんか原因があって乗るのやめたんや。そうそうそう、もう昔はもうジェットコースター、ジェットもうあんたはジェットコースターしか言わんのかって親に言われてたんです。アホやからな。ええ、なんでや、なん、何が原因で乗れへんの。もうジェットコースター、なんでやな。ジェットコースター、ジェットコースターやったんやね、うん、僕がもうジェットコースターやったから、ね、もうええから、なんでや。何が原因や。これからボケようとする戦士に。もうええから。そ、原因をはよ言え言ってんねん。原因、そう、うん、原因あるんですよ。お前だ、お前、お前、お前出す。大ちゃんか、お前。お前出す。ほんま、お前出す、なんか言うてまんねん。言うたやないかい。無理やり笑いしようもって言うてまんねん。人を今だみたいに言うな。阪神パーク行ったことございますか。甲子園球場の横にある、横にあるんです、ジェットスター2っていうのがあります。ありましたよ。それ二人で乗ったんです。二人でこう前と後ろに乗る、こういう感じで、ね、うわー言うて、俺は別に怖ないよ、こいつはもうアホみたいな怖がりやから、うわー言うてプッシャーってついて、俺の背中にタンベッ。あれからですよ、ほんま全然怖ないの。お前あかんやろ、ああいうの。あかんあかん。行きましょう。行こま。誰がお前と行こま遊園かな。遊園とは言うてない。行こま、いや、行こまちゃんは。気持ち悪い。お前が死ね。吐くな、つば。何？行こうや、だから。嫌です。いや、どうぞどうぞ。そう、聞いた。寿司食うなよ。違うね、違うね、違うね、寿司食うな、聞けよ。何やねん、遊園地行くのは全然かめへんし、うん、行きたいとも思ってる、行こうとも思ってる、行きましょう、行きましょう、はい、お前と行くんが嫌やねん。いや違うやん。俺別にだから近くにおるわけちゃうやないか。みんなスタッフ連れてみんなでどこ行くねん。ほんならバンジージャンプできるとこあるやんけ。そんなとこ行ってどうすんねん。ちょっと待って、2人を一緒にやったのに殴られる方と殴られへん存在しているのはなぜなの。そんなんどうでもいい。あんなんも怖いよ、お前。お前怖ないんか。怖ないよ。どう言うてる。じゃあね、お前とおいらの怖いのは違うねんで、俺の怖いのとはね。お前バンジーは何が怖いの。何がバンジーの怖いのは何やねん。突き詰めて突き詰めていったら突き詰めて何が怖いの。何が怖いって。どこが怖いの。いや、まず高いでしょ。高い。ほんで落ちた時切れるかもわからんっていう恐怖心あるじゃないですか。僕はそれはないんです。僕は下のなんかなんかなんていうのかな、なんかマットみたいなのあるでしょ、遊園地のとこね、あのでっかい、あれが怖いの。あのふかふか感がもうたまらん。だからできない。
できないんですよ。いやいや、そんな取ったらしまいやん、そんなどかしたら。ああ、まあ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 ね、うん、いや、なんでなんで、はい、ちょっと休憩しようかな。タレントっていうのはあんまりプライベートを見せん方がいいですよね、あんまりね、はいはい、そらけ出すとほら、うん、謎があるぐらいの方がいいじゃないですか、はいはいはい、ね、あんた言い過ぎやけどね。いや、僕謎だらけじゃないですか。だって俺テレビ出てる時だけですよ、こういう格好すんの。どの基本的には僕は着物ですよ。で、まあ車乗りますけどね、まあでもほんまこんなんじゃできないじゃないですか。こうやから着物着てるのはいつやねん。だから何やこれ、着物着てる時いつやって。着物着てる時はいつやねん。なんでキスなのこれ。だから休みの日に着物着てる言うてんねん俺は。はい嘘。はい、お前になんでわかんねん俺が着物着てへんかどうか。着てないもん、着てない。はっ、気持ち悪いな。な、いや、どないしたい。いや、わからん。人間ってね、ムカつきません。ポケットないから、ここに。まあ、それもあるんですけど。爪切っても、うん、どうせまた切らなあかんの分かってるじゃないですか。はいはい、まあ、伸びてきますからね。せやろ、はい、それがムカつけへん。もうこれっきりにしたいとか思えへん。指はええわ、手の、うん、足は嫌やな。足はもう一回切ったら一生してくれんと。小指とかなったらなんか姿勢がこんなんなれへん、なんか切るときな、うんうん、それだから足の指だけはもうなんか一生で一回切りでええわ。足の指は別にええわ。なんでやん。手の指のことを今言うてんねん。いや俺は足やん。あと俺はうんこがってよ、もう最後にしてほしない。もう一回、もう1時間で、1時間やり放題でもええわ。その代わりもこれで最後に。俺絶対嫌や、1時間やり放題なんか。1時間ずっとパパ出てんの。そうやそうや、ブレ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 。そうやそうや、それはええわ。でもなんか我慢するので気持ちええ時もあるやん。なんかギリギリまで我慢してガー入ってブリってやんのもまた。ああそれあかん、それあかんって、それ絶対あかんって。俺それで何回も失敗してんねん。お前ええ大人が失敗すなよ。失敗してるよ。もうあれやんか、もうあの、あ、なんやの、あのエレベーターでもマンションでもバーもう帰ってきて、うん、それまで全然大丈夫やったくせに、うん、エレベーター乗り出したくらいからゴッツン、うん、ゴッツンとしたなるやんか、うん、ほんでもううわー焦るやんか、ほんでもうたまらんねん。でもう何あれ、スーパーマンみたいな状態になる。もう走りながらうわいいなあ、ほんでもうふわ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 わわわわわわんって言うでしょ。何やったら飛べるもん。もう飛べるもん。でそのままスルーンってズボンずれて目指す便器のここに来た時にプリッて出てもらえるからほんまに。いやほんま、それお前失格や。いやもうねたまらんで、これあるやろ、これ、はいはい、これとここにねポトンってういっすって言ってるんですよ。ハオ言うてるんですよ。両親のエッチを見てしまった時どういうリアクションをすればお互いに気まずくならずに済みますか。あんたどういうリアクション取ったんですか。もうね、これね、もうほんま正直な話ですよ。この世の終わりですよ。でね、これねテレビをご覧になってるね、うん、まあ小学生ぐらいのお子さんがいる方は、うん、もう絶対にね、うん、あれは見せてはいけない。いやそれはもう体勢にもよるやんか。あんたが見た体勢はどうやったの。一回だけじゃん。あ、ほんな見るたんび体位が違うわけ。そう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 、そらバラエティーに、うん、こんなんやってる時見たら嫌やろな。おかん抱えてこんなんやってる時もうな、もういけいけほーれほーれほーれ。親父も乗らなしゃあないやろ。もっとひとし声出して。はいはいはい、はい、変わって
もうそこまで行ったらもうそうですよ。だからもう何回か言うてると思いますけど、笛忘れて取りに帰ったらおったやってたんや。そうですよ、怖かっただよ。もう笛忘れてる思えへんがよ、うん、もう自分は笛吹いてたんやろね。自分は笛吹いてたからね。あ、ちょっと待って、訴える。なんでお前を訴える。なんでやねん。なんでやねん。セクハラや。俺お前何をしてないよな。ファミリーハラスメントや。家族的嫌がらせ。お前も一緒だって言うてたからな。古今東西英語で褒め合ってください。うん、キュートとかビューティフルとか、うん、ちなみにこれはもうなしです。うん、はい、褒めて。スイートデリシャス。ちょっと待って。えデリシャス。まあギリギリですかね。あ、ギリギリなんや、よかった。ジューシー。ジューシーな。パンプキン。お前な。どういう意味や。それどう、それなんか良さそうに聞こえへん。まあそんなんでもいいんですか。いやもう、そんなはっきりよ、じゃあそんな餃子の単語知りませんもん。味噌スープ。これは全然あかん。なんで。なんや味噌スープ。それはあかんやん。ソイソース。いやだから。醤油かい。違うがな。醤油顔ってことやないか。あくそー、うまいぞー。そんなんでええんかい。いいんですよ、はい。私の価値500ポンド。ポンド言うとんの。ポンド言うとんの。500ポイント。2人合わせてダウンタウンなんですけどもね、たまにほらこう偏ったバカなやつがいるじゃないですか。うん、もう今この前でも。自分を応援してくれへんやつはみんな敵やん。なんでそんなやらしいやつやん。だって違うやんけよ。どう考えたって見た時に俺の方が男前やし。俺の方がかっこいいに決まってるやん。当たり前のことじゃないですか。何、え、君を声援すんの。いやいや、そう、腹減った腹減った言うてんのに、こっちにお前ビーフシチューがあってもずくに走っていくやつおれへんの。ちょっと待って、もずくやん。待て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 、お前ビーフシチューで俺もずく。腹減った3日間食てへん言うてんのにもずくするつってんのと同じことですからね、こんなもんは。そういうのはね。そうですか、おかしいですよ。ごめんなさい、もっとまっちゃん言うたってください。すいません。どんなんで言われたかなんか。いやいや、ほんまおかしいですよ。そりゃあんたの方が当番やな思ってるかもしれんけど、全然あの福山とかあの辺の木村拓哉のファンは松本出てきたらぶっ最後やなお前。そってそら思ってますよ。そらもう人好き好きですから。あのね、いや、そのダウンタウンというものを、はいはいはい、こう考えた時にね、はいはいはい、その男のファンももちろん必要やし、はいはいはい、女のファンももちろん必要なんですよね。はいはい、そらそうですよ。けれどもね、はい、その女のファンを引きつけてるのはもちろんこれ僕であって。お前に女のファンなんていないわけですよ。魅力ないじゃないですか。ね、ちょっと待ってくださいよ。例えば男の条件って何でしょう。はい、例えばそう清潔感みたいなところもございますよね。はい、何なんでしょうこのツルツルとしたこの。どこがやねん。サメ肌やないか。いや、サメ肌やない、サメ肌やないけど。嫁はんも子供もおってもうズルズルじゃないですか。ズルズルちゃうよ。なんかもう何や、嫁はんと子供おったらズルズルなんだね。僕のようなそのチェリーボーイがね、あおか出すぐらいじゃあって。
そういうのどうでもいいですわ。あ、もうどうでもいいですけどね。あ、何でしょう。瞑想に入りましたね。まあまあまあゆっくり行きましょうよね。ただまあ今日あんま時間ないですけどね、もうパッパッパッと早めにね、あれしないと、あのね、あれですよ、あなたたちはたまのことですからいいですけど、あの僕らこう出てくるでしょ、だからあの正直ね、こんだけの人間が一つにまとまってるわけです。これもね、ちょっと失礼かもわからないですけどね、臭いんですよね。まあそれは言うたらいかんでちゃうかな。君たちが刺激臭なんですよ。言うなもん。だから僕たちに体にやっぱ負担かかってるわけですよ。これ刺さるからね。仕方ございませんね。何でしょう最近は。何、君は何、なんか新しいお姉ちゃんでもできたわけ。これね、めちゃめちゃモテるじゃないですか。いや、しかしすごいな。うん、まあね、その大変ですよね、その振り切ることがね。はい、うん、そりゃそうでしょうね。もうほんまに逃げてはるんですか。もう逃げてますよ。もう道歩いたらもう結婚してって言われる。道歩いたらもうパッて見たらもうもう目が合うたらもう失神しそう。こいつ青やね、こいつ青や。もうすごいですから。そうです。おひねり飛んでくるからね、見ちゃう。おひねりが。そうすごいよ。もう中開けたら俺はもうクッキーやない。なんやおかしかよ。普通金やろ。いや、この間ね、あの、うん、なんかきっかけつかもう思ってね、うん、私もそんなに言うたってもうぼちぼち結婚しないといけないじゃないですか。ベルファーレに行ってきました。思てへんってそんな。はいはいはい、はいはい、もう どうでした。うん、なんかね、もっと俺もすごいことになってんのかな思ったけど、そんなには盛り上がってなかったですけどね。あ、そうなんや。ええ、うん、あのね、何、当然のようにビップ入ってこうやってたわけ。はい、松本ってやってたわけ。まあこうはしてないですけど、まあまあある程度ね、僕もそれはかなりときめいてますからね。何を言ってんねん。お前らかなりときめいてるって。まあまあまあね、うん、何言うな、リオサイドに来たわけ、お姉ちゃん来たわけ、こうしてたら。まあ呼びますよね。俺はほんまいらんねんで、そんなんは。そんなんいらんけど、スタッフが勝手に気ぃつこうて、まっちゃん来てるからって言って横に座らすんですよ。ああ、なるほど、はい。別に僕横に来られても何も喋ることないですから、ほんとウブですから、もう震え止まらない。震え止まれへんやつは帰りには連れて帰んねん。うん、まあそれはしゃあないから。もうなんとかせなあかんなとは思ってるんですけどね。しょうがないですよね。なんとかせなあかんって意味が分からへんな。なんとかせなあかんっていうのは、あ、ぼちぼちね、ちゃんとした彼女も作ってね、ちゃんとやらなあかんなって言って。なんで半笑いやねん。違うねん、こいつらなんかムカつくねん。なんで半笑いやねん。嘘つくなみたいなこの態度はな。俺は嘘つけへんよねん。それが山田さんちやったら半笑いやからわかんねえな。半笑いなんかない。半笑いなんかないじゃなし、半笑いやったよ。違う違う違う、僕ほんまに、僕ほんわてほんまに。何で2回も最初からわてていけよ。ね、あなたの生活を見てて私も羨ましく思っております。嘘つけよ。素敵な家庭見たことないね。ね、幸せそうなあなたたちを見て僕は本当に思っております。僕も早くあんな家庭が持ちたいな。理想の家庭と。ね、あ、そうでか、大邸宅やかましょう。すごいお家に住んで。いやいや、何を言うとんの。コーンっていうね。ないないない。そんなんない。おいとか言う。コーンとか言うでしょ。おいおっちゃって言うて。コーンって。それな、それジジイやろ。あんな家にね、僕も憧れるなと思ってるんですよ、本当に。あ、どうなんでしょう、一つや二つのなんかこう難点はもう無視しないといけないんですかね、やっぱ結婚するということはね。まあそうなんちゃいますか。あ、そうですか、うんうん、仕方ない。その辺がね、できない。あ、それはできない。できないんですよ。いや、すごくね、性格が良くてもね、うん、ちょっとほら、よう見たら耳クソついてたりとか。俺は
ミミクソウと結婚するんやないと。そんな引き出物はいらないなんで引き出物や引き出物やそんなとこないとかな。そうですか、うん、ちょっとね、考えたいと思います。そうですか。今真剣に探してるわけ。もちろん探してますよ、うん、何やねんお前らのそのなんかムカつくねなんかね、出会いがないじゃないですか、結構こんな仕事してるとね。まあそれはありますけど40ぐらいのね、うん、あの女の人が僕は理想なんですよ。大変したよ。なんでですか。なんでですかって、お前低ければ低いほどええやんけ、歳は。何てるじゃん。早くいきますか。人間それぞれ価値観が違っていますね、うん、次の3つやっちゃいけない順に並べてください、はいはいはい、不倫、薬、売春さあ浜田さんそれは薬ですよ。おお、さすがに不倫とは言わないですね。もうなるほどね。いやそれは薬でしょ。それはなぜ悪い。忠告というか、そんなことしてたら体壊すよ、うん、ダメになるよっていう意味ではさ、うん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 、売春は別にかまへんがな。かまへんことはないけども俺はね、あ、それは俺も賛成やね、うん、売春があかんっていうことはね、うん、まああかんけど、あかんけどな。それでもね、ほんならどっからどこまで売春やねんって、これ難しいね、うん、そうそう、うちのおかんでもあれ売春やねん親父から金もって飯食うとんねやからね。ほんでうわーって刺しとんねやからごめん。一番の悪は何なんですか。いや、とりあえず薬ですよ。あ、薬、はい、うん、でその次が売春。売春ね、もうしとくってくれお前辻褄は合うてへんやん何がやねん不倫は別にいいんですか。いや、ええー、とは言うてないがな、うんうん、あなたも大体そうでしょうが。まあ全部悪いといえば全部悪いんですけどね、うん、でも僕はやっぱ一番悪いのは不倫かなと思うんですね。まあほんま思ってないやんけそんな。いやいや、僕はね、だからさっきの話になりますけど、結婚をなぜ31までしなかったかっていうと、うん、一人の人に絞れなかったから、うん、逆に言えば結婚した暁には絶対に浮気はしませんよというだけの腹積もりができてから結婚しようと思ってるわけです。だから不倫というのは考えられないし、不倫をしているのが相方だというのが辛いんです。泣くなよ。私の家の近くのお店でバルサン使用中と書かれた札を1年間かけたままにしているのがあります。店の中では何が起こっているのですか。夜逃げですよ、夜逃げ。まさに煙に巻いてるわけですね。うまいですね。なんでそんなの。なんがしめしめになるの。また家帰ってな、やっぱりまっちゃんすごいだって3人に言わないかんね。違うんですかね。違いますね。あのね、昔と違ってね、今のバルさんはかなり聞くようにはなってるんですよ。あ、そうですか。普通のゴキブリなら、うん、まあ死ぬんでしょうけどもね、うん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 、キングオブゴキブリっていうのがやっぱいるわけです。そんなやつがおるんですか。ゴキブリの中のゴキブリみたいな。男の中の男みたいな。そうなんです。大きさは3メーター半ある。そんなゴキブリやないやろ。で1年間ぐらい抱いてやっとちょっと、ああ、なんか頭になってきた。見たことないでしょ。何をですか。そのキングオブゴキブリ。よいしょ。何なの。 あるから言うてるんじゃないですか。どこで。もちろん台所ですよ。ほんばーっと言ったらもう、何や何やってゴキブリが言うてる。言われたんです、うん、で、あの醤油を取ってきてって言われたんですけど、ああ、あ、そいつはかい。渡してくれたのがキングオブゴキブリ。
松本さんの七曲がり町時代のニックネームを教えてください。教えたれ。信じてへんもん。当たり前やろ。あれ多分昭和47、8年でしょ、太陽に吠えろって始まった。あ、そうですよね。ね、うん、いや、あれはドラマの世界ですから、うん、あなただから、あのドラマの中で言ったらいつぐらいの時に七曲がり町におったわけ。あのね、これね、もうやかましいわ。なんやねん、突如としてくるな。当たり前のように今、あのねスコッチとちょうど入れ替わりぐらい。入れ替わりってお前これドラマや言ったんやからそんなもん買いだったんじゃ。これが松本流。まあそれはええねんけども、スコッチと入れ替わったわけや。ちょうどスコッチと入れ替わりました。何刑事やった。何がいい。なんていうニックネームやった。ああ、これやねんね、もうこれ言いたくないんですよね。めちゃボイン。男やん。かなり揺れてたんですよ。太ってたんか。太ってたっていうか。タラン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 タンパラパーン。すごい。あれ？って言われたんですよ。山さんに、うん、山さん軽いな。山さんが、うん、あれお前めちゃボインだな。うん、そうですか。で、そうですかって言って、ほんならもうボスがすぐ戻ってきましてね、うん、でよし、お前は今日からめちゃボインだ。最後がひどかったですね、死に方がね。殉職した。殉職もちろんしまして。あ、嘘やん、はいはい、どんな死に方やったの。めちゃくちゃ悪いやつにね、うん、もうむちゃくちゃ揉まれたんですよ。めちゃボインを5、6人のチンピラたちに回されたの。痛い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 なって取引の場所に俺が一人着いたんですよ。潜入したわけ。潜入したわけですよ。ああ、で、早押せな、みんな待ってる時間もなかったんですよ。ああ、もう取引終わりかけてました。なるほど。で、待てって言うたんですよ。めちゃボインが、うん、だもうプルルルルルンってなってますから。なんだこの野郎、リーチチじゃねえかって言われた。やめてください、やめてください。そこにもうそのファーンファーン。なんで死ぬねん、なんで死ぬねん、なんで死ぬねん。どうもどうも、ねえ、どっち見てるねえ、ふかふかの椅子に持たれてね、偉そうですよね、おもろいこと言わんがいみたいな顔しやがってね、ムカつきますけどもね。ハゲツの客みたいな。あれですよ、今日はやっぱ俺って偉いなと思ったんですよね。何やん、いやいや、自画自賛好きやもんな。いやいや、自分ここも普通でしょ、別に何も変わらずいつものなんかダンディーな松本でしょ。これね、もうあんまこういうこと言いたくないんですけどね、なんか言うやんかったやん。あばらが折れてるんですよ。折れてない、折れてない。病院も行ってないのに折れてるんですよ。医者の診断で言われたんやったら、私も自分がちょっと痛い、あばら折れてる。やめよ。じゃあ、あばら折れてんねんて、ほんまに。折れてないって、いいじゃん。じゃあ、折れてるっちゅうねん。折れてたらそんな動かれへんって自分で言うてたやん、さっき。いやいや、だから今コルセットしてんのんて。それはただ単に凍ってきたやつ貼っただけ。いや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 、折れてるって。誰が言うたんや。わかるもん、自分で。だから折れてたらそんな動かれへんって自分で言うてんさっき。じゃあ、こうね、一本ずつ触った時にもう音が違うのよ。すごい低い音が一個あんの。木琴やないやん。じゃあ、ほんまに折れてんねんて。っていうのは、わかりました。あ、なんで。っていうのは、なんで横分け松本横分けが、あばら折れたのかっていう説明を。横分けちゃうから。説明をしましょう。これを聞かないと君たちは、何が折れたんかわからない。なんか、お前しつこいな、折れてない言ってたやん。体触んなって、ほんまに痛いんだ。なんで折れたか説明しましょう。おとついです。ええわ、もう。ごっつやに乗ってた時に、板尾がな、ショートコントしてた、はい、あ、お前折れんかったもんな、現場にな、う
で、ショートコントやってる時に俺テーブルこう座ってこう見てたんですけど、モニターで普通こう見るんですけど、見えにくかったんよ。でパイプ椅子があったから、その上に乗ってモニターを見ようとしたら、パイプ椅子ってこうなるでしょ、畳むと、ね、後ろに体重かけるとね、そうそうそう、で足がこうなってね、そのまま後ろによ、立ったパイプ椅子の上に立った状態でボーデーン倒れたら、後ろに鉄の杭があって、ほんまやで、杭ってお前ちょっと刺さっとるやないか、杭は横にこういうのでしょうか、鉄の、いやまあそやけど鉄の鉄板があってやって、うん、そこに思いっきりぶつかったんよ、でな、これバラエティの辛いとこでな、もしあんなドラマやったらもうみんなバッて止めてね、はいはい、大丈夫ですか大丈夫ですかってみんなバー集まってるんや、はいはい、わっしょなんでやねんこけたやつなんでわっしょそれそれやめよならないですよなれへんねんあいつらはな、呼吸もできるなんて一瞬しばらく呼吸困難になったんですよ、はいはい、それでももうカメラわー巻いてもう笑いながら撮ってんねん俺もうそれがバラエティー、しゃあないからもう嘘つけーすってやらんのしゃあないじゃん元気やん折れてないやん、いや これほんまきついのよ、まあ打撲ですよ、打撲では済んでないと思うななんでやねんな、寝られへんねんね、痛って、いやだからそれは打撲ですよ、だって何よりも折れてるあばらがもうもうええわ、突き出てるんですよ、おいもうええわってそういうこと言う、いやもう嘘ついたれって突き出てるんです、それえらいこっちゃな、いや突き出てないけども、もうまず突き出てるんです、どっちやねん、どっちやねん、突き出てるようなもんなんですよ、突き出るに決まってるんです、いや決まってる今からかい、なんかね、あれですよ、すごいなと思ったのはね、うん、こう倒れる瞬間でしょ、これ0コンマ何秒、いやまあ秒数はまあええとしても、まあ、早いわ、早いやろ、うん、全然早ないで、本人にしたら俺ほんまにね、こう倒れる瞬間、あ終わったと思って、ま、いやほんまずっと倒れる瞬間いろんなこと考えんねん、うん、いや俺このままこう落ちて頭打って多分意識不明になってこのまま病院に運ばれるんやろうなぐらいは考えんねん、そんな考えれんの、考えるんですよ、あ修学旅行楽しかったなそれは嘘や、嘘ついたやろ今、嘘やろちょーいやほんまにね、チョップは嘘やけどね、いやほんまや今チョップしたやん、チョップしたのはこれ嘘やけども、いやしたよ、ほんまねじゃあ俺ね多分ね全治、自分ではね全治こうマジ冗談的にね1ヶ月と見てます、そんなかかるわけないやな、いやかかる、昨日の今日でそこまで来てんのにやな、いやだから今コルセットしてるんですよ、いやしたらええがんですよ、本来医者行ってコルセットはめてもらわなあかん、その辺でこうできたやつはめてどうすんねん、なんでやねん、医者行けよ、なとりあえずハゲほらなんでハゲてきたんかな簡単に乗りやがってほんま、今ハガキ行きましょう、熱いわ、あどうもチャーさん、うそチャーさんでございます。昔チャーさん2人でやってあったらしいですよ。いやーマッツィがこんな有名な。誰がそんな乗れ言うたら。いや久しぶり。いやーまあまあ。もうツインリードでよくね。本当に。俺だのエア。もちろん。スマホイじゃなくてあれは。藤井寺の、あーそう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 藤井寺だね、何が藤井寺や、打ち上げ最後やったね、打ち上げのね打ち上げは最後やったって、もうチャーが腹踊りしだしてカッポレカッポレとかね、これ久しぶりにギター、そうですね、和田さん、あいいですか、全然いいですよ、全然いいですよ、いやなんかこんなところでこういうことに弾けるとは思わなかったですね、まあお客さんの前でね、あピッ、いいですかほんまに、あ全然いいです、マジで、うん、マジ何弾いてくれ、何弾こう、いや何弾こうってもう自分簡単に弾いてくれたら得意なやつペンペンペンと、あ得意なやつ、うん、ああこれここでお前押さえてんのこれ何
待てや、今超合わせてんねん。超合わせて自分にちょっと何しとんの。やっぱアバラが痛い。いや待てや。ちょっと待って、ほんだチャーにちょっと見せてもらう。ああそうやね、うん、そりゃそうや、そりゃそうや。ほんでまあ、うん、同じようなんできたら、うん、じゃあ音でこの間言ってたのが、はい、あーそれです、それです。じゃあ松本さんから教わったアクションですね。当然、いやちゃあやっぱりまだまだやるね。オッケーオッケー。音残ってる間にやらしいやつだ。じゃあの音が残ってる間にいやんバレた。昔と変わってませんか。そうです ね、基本的には、丸みが出ましたね。丸み、優しさがね、昔はもうギスギスしてたもんね。ギター喧嘩、喧嘩ギターみたいな。二人でよ組んでやったもん。もうええやもう。じゃあ腹殴れ、腹。俺押さえてね。汚いなお前ら。本当ほんま今日はありがとうございました。はいはい、どうもありがとうございました。汚いわもう。全然教えてへんねんもう。そりゃそうですよ。いや昔の仲間やねんからね。びっくりするでお前。そうやけど、そんなもんな、急にお前親戚のおっちゃんとか来たらびっくりするやろ。そりゃそうやけど。だろ、それと一緒ですよ。びっくりしますよ。あ、今これちょうどあなたの今の状況に合ってるんじゃないですか。なんですか。松本さんは辛い時や悲しい時、いつもどんなことしてるんですか。辛い時、悲しい、うん、まあ今こう痛いからちょっと辛い。はい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 、はい、そういう時はどういうことをしてるんですか。辛い時、辛い時。あ、僕はね、だいたいブライダルというかね。ブライダル。あんた意味分かって言うてる。ブライダルですよ。だから家にそのまだまだもちろん一回も使ってないんですけど、そのウェディングドレスとか一回も使ってへんって。お前いつ使わねん。それをこう出してこうやって、まだ言うてんのかよ。ねえ、回ってみたりとかね。で、あ早くみたいなね。かっこいい。なんかしてそうや思われるで、お前。これだ、ほんまだ、ほんまね、ちょっとおかしいってマジで思われてるみたいで。いや、それはもう、うん、うん、で、セックスでも、なんか変なことしてる、するって思われてる感があるんですよ。いや、それは思ってますよ。いや、俺、至って普通ですからね。もう、礼に始まり、礼に終わるですよ。まあ、靴下履いたままするぐらいですよ。まあちょっとおかしい。なんで。いや僕すっぱだかですけど、靴下は大体履いてる。これはもうマジなんですけど、ここまで脱いで靴下脱ぎゃええやん。その間ももう待たしたく、女人を待たしたくないじゃないですか。あ、青やこいつ。女人。青や。そんなもん、これ脱ぐ時間ぐらい一緒やないか、ずっと待っとんのやったらよ。ああ、それとね、やっぱり自分の中であるわけですよ。俺は全てをお前に捧げたわけじゃないで。はミステリアス。いや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 、靴下履いてるだけやろ。深い意味はないんですけどね。俺まず白い靴下の相手は履かしとったままやってんのかなって。あー、それはね、もちろんそうなんだよ。もちろんそうなんだよ、チロリン。誰がチロリン。なんでチロリン。のみの寿命はなんで足引くで。人が喋ってる時に何がローラーで足引いとんの。それがわからんわ。なんでそんな怒られなあかんの。のみの寿命はどのぐらいなんでしょうか。のみの寿命知らんやん。のみの寿命めちゃくちゃ早いですよ。ピョーンって飛ぶでしょ。空中で死んでます。
飛んでいってるやん。なんで飛んで死ななあかんの。飛んでる時はちゃんと着地するつもりですよ、うん、もちろんのみにして。そりゃそうや、あっこまで行きたいなと思って、うん、のみは、うん、よっしゃ行くでーって言って、うん、のみはあっこまでイエーイって飛ぶわけ。あかん、気分が空中でね、あかん、なんか気分が悪くて言って思うねん。眠たい眠たい、なんで眠たい。あかんあかん、なんやろ寒いとか。ダウンタウンのテーマはありますか。どういう曲ですか。ダウンタウンのテーマはないですよ。あるわアホ。誰が作ったんですか。俺教えてよ。いやんいやん、そこはダメなんのよ。あんあんからまずそっからちょっと沖縄民謡入ります。なんで全然関係ないよ俺ら沖縄民謡。いやんいやん、そこはダメなんの。パンパ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 ンパパンパンパパンパカチッカチッて。出囃子にしたらいいやん。何の出囃子。今度からこの音楽やめて。あ、ガキのか。ガキの。ああ、オープニングいつもありますよね。はい、ね、レディースエンジェントルマン。だら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 。あれやめて。あれやめて。いやん、いやん。そこはダメなのよ。え、はいどうもー。ちゃんと最後まで聞かせてや、それやったら。バン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 ダメなのよ。いやん、そこそこはダメなのよ。パンパパンパパンパンパパンパパンパンパ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 パン。先週終わってからやで、お前客全部返してからお前ももう上で着替えてるやろ。その時俺一人でマイクでレコーディングしたんやからな。バリアレコーディングやもん。どんだけ恥ずかしいか。お前顔赤ーなの。しゃあない、来週それで出よう言うたんやから。これいいですね。まあ一応飽きるまではこれでいきましょう、いややっぱりさすが小室さんですよね。なんでやろ。あの人が金かかるのにそんな。もうね、まだねちょっとねあんま笑えないんですよ。まあ打撲はねやっぱりこうだいぶだいぶきますからね。折れてる言うてんだ。そんな嘘ついたってしゃあないないか。なんでお前は俺の肋骨を認めへんねや。折れてない。お前がなんで俺の肋骨を折れてないようにしたいのかが俺は分からん。いやいやいや、お前が俺の肋骨なら分かるよ。俺は折れてへんっていう気持ちは分かるよ。お前俺の肋骨じゃないもん。いやいや、でも折れてんねん。いやもうむしろ取れてんねん。いや取れてたら取れてたらあかんない。下に落ちてんねん。いやもう中で。あ、この辺にあんの。ほんまに折れてない、大丈夫。そうですか。何ですか。あれが所属番付出ましたね。あ、出ましたね。2位やろ俺。2位やなあ。2位が、あ、なんかあんのか。すごいな。見て、1位三田佳子なんですよ。うん、で、あいた下感じゃったが3位に入った。大往生でしょ。ただ、だからここに出てないやつが山ほどおるやないかい。なあ、わからん。お前の弟入ってるけどな。でも待て。お前の弟入ってる。こんなバケモンと一緒にすんな。バケモン言うな。俺がまずなこれをバッと見てな、目につくのは矢沢永吉。
いないです。なんで？あのおっさんめちゃめちゃ儲けてんで。あのバスタオルだけでもどんだけか。いやほんまにほんまにあのさグッズがすごいねんって。グッズがね。どうしてんねや。なんで二のもんたか。これはあれやんか痩せたからや。あたあれやでお前そんなこと言うたってもう言うとくけど俺は本だけのことやからもう来年はもうランク外やからね。ただお前は時代を起こせよムーブメント。タイトル間違ってるやん。時に起こせよムーブメント。そう時には起こせよムーブメント。そのあれがムーブメント。来年はお前なんかいっぱいあるやんか。あとなあ、あの CD も未だに売れてるし、ほんでお前こそーと大阪でカレーせんべい売ってるしやな。な人を汚れんじゃん。お前も一緒やないか。なんで俺だけに言うねん。やらしいなお前。お前絶対取れよ来年。体売ってでも。あの自慢の体売ってでもお前。誰が買うてくれんの。もっといろんな、あの売れへんのなったろ。もっと商売とかしたら。今俺にカレーせんべい買ってる言ってるみたいな。あのな、そんなな、あのそういう姑息な商売じゃなくて、ほんまちゃんとしたあの CM ってやんねん。ジュース出すねん、缶ジュース、うん、めっちゃくちゃまずいねん。でも CM でもまずー、体にも悪いよーって。ここまでやられたら買いたなるって。体に悪かったらいかんよ。体に悪いとあかんけど、うん、そういうダンダンジュースを売れ、そこまでまずかったら絶対興味あるって一回は帰ってみたいっていう気になるてな。でも一回飲んだら終わりになるやん。いやマジで、いやだってお前一回でもお前一人一本こうだって1億何千本やで。お前1億何千本も売れるジュースないんやから。しかも息が長い方がええやないかい。息長いよ。長ないやん。違う、お前アホやな。めちゃくちゃまずいけどもっぺん飲みたなるような成分が。どうやって作んねんそれ。成分が入ってんねん。もっぺん後から後から言うなそんなこと。なんかまだ今最初は一発勝負みたいな言い方してたやん。また飲みたなんねんそれ。そういう成分を入れとくねん。ファーッとするような成分。めっちゃくちゃまずい。もうすげえ。めっちゃくちゃまずいねん。でポンって開けて当たりってやったらもう一本やねん。いらんな。いや当たりはおもろいけど。それちょっとガキから作れへんか。ガキの使いジュース。会社がないっちゅうねん。そんな臭いの作ってくれるの。いや俺調合するわ。お前調合したって大量生産できへんやんけ。できるよそんなもん。こんな鍋で作ったらいけんか。だからほなお前簡単にこうやって一個一個こうやって入れていくんだ。そうだそうだ。1200円。その辺のグッズより高いやんけ。あの缶の横に見える見えるの窓もある。減れへんって。飲めへんねやから。あとどんだけ残ってんの。いやだからいらんそんな。紐通せるように穴開いてんの。パコーン。それやったらまあそれは使うかも分からない。じゃあそんなんええけどちょっとマジで考えへん。絶対売れるから。いやお前 CM はせえよ。でも2人でダウンタウンジュースやねんから。いやそんなん抹茶のジュースにしいよ。きったな。ほな抹茶ジュースと浜ちゃんジュース。いやなんでやん。それで味変えたで。どっちもまずいんやろ。お前カレー味分かってんねん。あんねん味。カレー味ないねん。商売せな儲かれへんで。ブルセラする。ダウンタウンの。ダウンタウンのブルセラってどういうこと。じゃ俺いっぱいパンツ買うてくるから。もうお前履いてんねん。それは乗るわ。ブルセラビデオ撮ろうか。誰がどうすんの。いやいや俺とお前の絡みやん。絶対嫌や。
マジでやってんねん。汗ガーッバーン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 汗ガーッ笑いも何にもあれへん。マジやん。いやいや、それが笑いやん。おもろそうやな、それ。負けへんで。じゃあお前汗かいてやろ。汗かいてやる。裏でも。そんなんやったやつおれへんやろ。俺を凝らしてや。じゃないと嫌やね。なんもなんでも掘られんのはちょっと気分悪い。俺掘られる方掘らせよな。まあなしゃけどお前のこケツに入っていたら俺ちょっとパニックなるよ。頭の中パニックなるよ。今不倫をしていますが、お姉ちゃんからなんで奥さんと別れて私と結婚してくれないのと詰め寄られた時どう返したらいいかいつも困ります。誰なんですか。一番どう答えるのが一番男前なんですか。まあこれは不倫にかかわらず二股かけてたりね、あ、はいはい、あのした時に女に詰め寄られることってありますよね。そんなことあるでしょ。そういう時はないです。ないです。僕はそんな子猫ちゃんが行さんまずこう窓を開けてこう外を見たら、いや大事な話してるんですよ。いやそこでなんかその男の気だるさを体から出すんですよ。でこう窓からこう顔をこうですね。まあ、でも分からんと笑ってんですかね。女は女は詰め寄ってきてますからね。でもなんかもう安心しきってるんですかね。あ、安心しきってるんですかね、うん、いやちょ私と結婚してくれないのですよ。誰やねんそれ。二人思い当たるわ。誰や。嘘つけ。はよせえや。人はお前あばら折れとんのにお前。折れてないって何やねん。いやいやもうええから。変わっとるやないかよ。なんでまとめてギター持ってんの。ああ そ, うそうやろ。はいはい、はい、そんな女が詰め寄ってきたって、うん、甘い手にしたらダメなんですよ。あ、そうなんですか。一括するんですよ。あ、そうなんですか。うん、はい、アホやと思わせた方が得ですからね。でも今まで付き合ってたんやろ。そこだけアホになるんですか。あの、この人違うって思わせた方がいいんですよ。そういうね、ああ、ええ、それは言うてください。そうそうそう、だからこう、まだまだこう見てね。で、何でした。どうして私と結婚してくれないの。あ、カウンタックやーとか言う。水に構え。丈夫な家は。まっちゃん、はまちゃんは女の涙に騙されたことはありますか。僕は絶対ないです。騙されたってどういうこと。まず女が泣いても俺ほっとくもん。ああ、なるほど。うん、うん、もうね、女が泣いた時にね、図にして、図にしてどんどん図に乗って泣くでしょ。泣いとんねん、アホかって言ってほっとくんですよ、はい、それでも泣き止まへんようやったら俺がもっと泣く。お前が泣いて何解決するの。何や、私の泣きなんて大したことないわって思わすぐらい俺が泣く。ワンワン泣く。俺がワンワン泣く。絶対俺こんなもんに騙されませんもん。あなた殴ったりとかするんですか。なあ、それはない。なあ。女は殴らないです。それなんでですの。なんか持ってるんですか自分で。女は殴らない。女は殴らない、うん、男は殴ります。うん、おかまはこう胸でこう、抗議する。いや別にそんなん構えへんねん殴っても。どうなんですか、あなた女の涙。いや騙されたことはないですよ僕。そのムカついたら殴ったりしますからね。お前はまた出た、出たよ。出たよ。またここで野生みハマちゃんの。
ってるもん、もうこうだけ逆やわね、殴んのっていうことですよ、みんなそれやったら俺は殴るよね一回目ですか。あ、昔ほらほらほらなんか鼻折ったとかいうのあったんじゃん出たよ松本のファン減らし減らしくる自分を上げるだけでは飽き足らず俺を下げることによりさらにその差額分を分けろ分からんことない絶対ない。なんで女の鼻折らなあかんねん。ちゃうかない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 下駄で頭殴ったことある最悪や下駄ってお前どこで殴ったの俺あの夏場下駄履いてたんやなんでやん。いやまあ天野中村雅俊言われてたからねあの下駄っていうかほら一時流行ったでしょ便下駄。便下駄かいな。便所のサンダルみたいな下駄あるやんそれであの殴りましたよ頭カーンカーン言いましたよそれはあかんわ。いやそれはちゃうそれはあの向こうがそうしてくれっていう感じそこの世界に便下駄で殴ってでもしゃーなしにやったんですよ。変な霊がついてたからねそれはしゃあないしゃあない出ていけっていうええことしたくないよ。 Ladies and gentlemen、 あれなんか出囃子戻ってるやん。あ、戻したんですけど違う方がいいですか。なんでみんななんかがっかりしてるやん。あ、そうですか、うん、出直しや。いいんですけども、あれはあれでほらもうみんなほら買わないと売ってないやないか。いや売る売る。お前がその炭で売っとっただけやねん。いやあれ売るからマジで、うん、売るんええからもう一回出ないやん。そっかそこはダメなのよ。あんあんパンパパンパパンパンパパンパパンパンパ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 へその間のやや7割方こっち側がこっつかいんですよね。あ、そうじゃないのでは絶対ない。あ、よかった、はい、うん、まあせやけどねええ顔するな大して嫌でもないくせに大して嫌に決まってるやないか女の子ほじったやつで、ええ顔するなしかしこの間ほら何ゴッツ撮ってる時に来たでしょ、はい、和田明夫が。明夫来ましたね。でなんか言い残して帰ったでしょ。はいはいはい。まだ電話してこい。まだ電話するからって言って帰っていったでしょ。はいはいはい、あんなもんまあいや社交辞令や思うがな、はいはい。夜変わってきたよ。らしいね。もういきなりやん。ゴッツ終わって俺メッセージ聞いたよ。まあ、会いたいね。話もあるねって入ってるんですよ。もうないっちゅうてんのに。話しかみたいやろ。そうやねん。ほんでもう2時間ぐらいほっといたったんや、うん、1時ぐらいにしたったらもう多分もうね、うん、大丈夫やろ、はいはいはい、1時ぐらいに今終わったとか言ってあの嘘ついて電話したんですけど1時なんてあのおっさん宴の真っ最中やからほいでな俺なあの日にな、うん、あの目的が分かってん。なんのなんで酒も飲まれへん俺をあんなに頑強に誘うのかっていうのが分かったんですよ。嘘、うんうんうん、どうもね、うん、過去の点俺をやろうとしてる怖っ結構ね、もうグイグイ来るんですよ。あ、そうもう結構触ってきてる。もうそれはもう触ってきますわね嘘つけ怒られるぞもう怖ってな。そうほんまやで。かっこええやん、なんか白つくやん。何が何が和田にやられた男でもそれでね、もしあの写真とか撮られたらよ、うん、
すごいことでしょう。和田アキ子松本3日やでお前。ちょっとなんかこんな感じで撮られてるんだよ。怖いでお前。ええー、な。あんな太いのね入れへん。お前入れられる方か。あ、ちゃうの？そこは入れようや。俺や。それはないわ。そこは入れようや。いや、それはもうほんまだ、もうごめんなさいですよ。いやいや、もうほんまないですよ。そこはもう。ああ、そうしようや、お前。立てへんかったら殴られるで。立てへんかったら殴られるよ。舐めてんのか。舐めとんのか、お前。立てへんかったらな、立てって言われる。それで殴られるわ。まず立て、まず立てって言われるわ。お前が立てって言われるわ。お、まあ鼻かみたいわ。あ、うわ、みたいな、ね。ちょっとごめん、ティッシュ持ってきて。もうほんまに浜田も誘いたいんやと。でもまああいつには家庭があるから、あんまな、そのあんまり、あんまり誘われへんねやって言ったんでね。もうあの時ほど俺はほんまに結婚しようと思ったから。それ逃れるために、うん、やつのあのあの組織から逃れるんだよね。俺は結婚するしかないんやな。組織って読んでやったっけ。絶対そ、ごめんな、絶対そんなんだけど避けたいよな。いや、もう俺にはどうすることもできない。下げたいですよね、そういうの。すいません。ああ、ほんま怖かったわ。以上、これも取れよお前。でも僕は本当にみんな多分それ待ってると思うわ。やられましたよ。法廷で戦うと思います。そうだ。告訴する。告訴しますよ。それはもううんこ出てしゃあない。だからやられる方かい。やれって。できないですもん。添え木がいるもん。両足割り箸いるもん。肋骨取れてる言うてんの。取れないって。すごいなお前は。今のでカラーンとここ落ちた。落ちてない、落ちてない。出てへんが、出てへんが、出てへんが。中に出てへんがな。何もズボンちゃうやろ。中に、足の中に落ちたんやん。すごい。この間ムカつくやつおってね。誰ですか。芸能人ちゃうで。何や、芸能人しといてや。飯食いに行ったんよ、うん、なんかファミリーレストランみたいな感じのとこや、うん、だからもう飯食いながら駐車場見えるやんか、うん、ずーっとこうやって磨いてんの。ずーっと。その飯屋の駐車場で。駐車場で。でもこうやって、まあ僕なんかワイン片手にこうやってねえ、お前ファミリーレストランでね、ワイン飲んでんの。それはもう70年もの食べてるわけですよ。食べてどうすんの。飲んでるわけですよ。まあ、オッケー。情けない顔すんな。こんなボケもある。だから許したやないか。まあええわ。食べてるわけですよ。最初はもう無視してたんや。ああ、まあ車磨くのはその人の勝手やから。それはそうや。ずーっと磨いてんねん。うん、こー磨いて、まずこっちのボディーこー磨いて、こっちガー回って、こっちから見たりしとんねん。なんやねん、なんやねん言うねん。かまへんがん。こっち磨いたってこっちに全然見えへんのに。もうパニックなってるんですよ。こっちはこっち、そっちはそっち。ほいでね、やっと磨き終えたんですよ、そいつ。ね、今度、こっちからハンカチかティッシュみたいなの出してきて、うん、アンテナ磨き出すんだ。かわいい。アンテナの丸いとここう拭いてんねんだよお前。マジやで。いや、だから嘘やさ言うてないよ。で、それ今からそう彼女迎えに行くかも分からへんから。いや、あれあいつ絶対予定ないってずーっとやってたもん。で、アンテナ磨いて、アンテナ磨いてる割には何の連絡も入ってけへんわけですよ。よっしゃ。うん、ね。何待ってる。
ですよ。ね、ドア開けるときもね、もうこんなやつ開けるもんね。指紋つけへんようにしてる。そうやね、閉めるときはここですよ。バッタリ。ふにこう触れたとこまだこう磨け。お前を磨け。猫はどうして高いところから落としてもうまく着地するのですか。いや、なんでほんならあれ立つんですか。あのね、はい、今言いましょう、うん、猫じゃなくても立つんです。いや、立ちません。馬も立つし。ほなお前、馬タンスから落としてみようか、今度番組のオープニングで。タンスからってそない大した高さちゃうの。いやいや、ほなめっちゃ高いところからでもいいわ、馬落としてみ、パカッお前、パカってなる。それはないですよ。あるっちゅうね。それはまずありえへん。いや、お前見たことないやろ、馬。タンスから落ちる馬見たことないやろ。ないない。俺何回もあんねん。それ見ながら食事したこともある。どこで見れんの。どこ行ったら見れんのよ。ショーパブやけどね。うわ、行きたい。そんなショーパブ。電話のコードはなぜクルクルしているのですか。でもあれクルクルしてなかったよ。あれをあのまま直線にしたら結構な長さじゃないですか。もうおっさんの発想やね。いや、まあおっさんやけどね。違うんですか。全然若手じゃないわ、そんな。NTT っていうやつらはね、話を伸ばすことばっかりを考えてますですよ、うん、直線の電話ならもし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 、あれをすることによってもしもーし。次ですよ。日本人の鏡と呼ばれる優しき松本さんは浜田の CD を何枚買いましたか。ね、いや、こうてはへんじゃん、もうたでしょ。あれ何枚、結局今のところ何枚ぐらい売れたんですか。まあ自分の口で言うのもなんでしょうけども、100、200万枚ぐらい売れたんですか。いや、まだ200はいってないと思いますよ。まあ200弱、うん、190何万枚とか、ね、そうですよね。でもね、あれね、あの、私 CD 買いましたっていう人いない。ほんなんで190何万枚いってんねん。ちょ、待てよ。な、泣かせるようなこと言うな。せやったんかい。やかんかっつだ。松本さんはどうしてそんな純粋な汚れを知らない笑顔ができるのですか。どんな感じ。あのね、どんな笑顔。あのね。おい、気持ち悪いな。気持ち悪い。もっとなんか普通に笑いや。もっと普通に笑えて。気持ち悪い。普通に笑え。あのね、ほとんどの人間はね、例えばそうですね、50点、顔が50点の人間が笑うと、うん、まあ5点は下がりますよね。わかります。あ、そうなの。笑った方が不細工になりますよ。ただお前なんかほんまに45点ですから、うわ、もう40点の顔になってるわけですよ。今まさに40点の顔になったわけです。隠すな40点の顔を。ね、誰、お前が勝手に40点で決めてるだけやんけ。いや、これはみんなで言うてた。何の返しやねん。みんなで、うちの家族がみんな言ってた。ところが、はい、さあ、その話ですけれども、ああ、笑って倍、さらに倍になるのは松本だけやと。誰が言うてた。みんな言うてた。うちの家族が言うてた。家族やからやねん。うちの家族が笑って倍になるのは松本だけやって言う。お前らも松本やねん。だから我らだけやって。我ら一家だけや、一族だけや。あ、それやったら分かるわ。はい、松本だけや言われても言うてる。お前も倍返しの松本やってやっぱりみんな言ってました。あ、そう。いやいや、なんか企んでるみたいな笑顔やんけ。そんなことないっちゅうね。お前だけやそんなこと言うの。まあまあ、お前もそれね、まあ笑ってもらおう思ってギャグで言うてんねん。いや、違うわ。なんでええようにええように言うの。
まだ無理してね、そんな。いや無理してへんよ、自然体やないか、ね、いつもあと楽屋でね、ごめんなって言うか。そんなコンビやったら気持ち悪いやろ。あの時ごめんなってな、いつもお前の方から言うてくるんですけど。ちょっと笑えや。何がその点数アップする笑顔見せてくれ。まあ笑い方もいろいろありますからね。あ、そうなんですか。ニコってニコって笑うの。もう自然でただ単に普通にしててニコって。ああ自然ちゃうやん。なんで見えなくなんだもん。まあ今はベストじゃないですけどね。あ、そうか、ベストベスト、うん、オッケー、わかりました。もうこれ以上にないっていうやつ。はい、これが点数アップの笑顔だ。はいはい、点数アップの笑顔ね、うん、はい、みんなが幸せになる笑顔ね。はいはい、はい、お願いします。だからそれはしめしめの顔やん。これはベストなんだけど、そこまで笑ったら歯見えんねん。あ、どうなの。そう、笑うとき歯出そう。これ、ね、なんで上向くんかな。